さあ始まりました。2023年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。はい、ということでね、早速なんですけど、で、私はですね、この年末年始はですね、実家の名古屋の方で過ごしまして、で31日にね移動したんですけど、でそのね移動の道中は前回ねアップしている Z30 のね長回しの検証の動画、はい、しましたけど、はい、そちらをね、やった後にですね、名古屋の藤前干潟というところでね、ちょっと野鳥の撮影をしようと、言ったんですけど、これがですねちょっとね400mmF4.5 と2倍テレコンでもですね、全然距離が足りなくてですね、もう諦めました今回。はい、ああいったね、干潟みたいな遠くにね、鳥さんがいるところっていうのはちょっとね、難しいなというふうに思いました。で動画のねハイフレームレートで、2.3 倍クロップしたとしても、これぐらいのね、画角でしか撮れなくてですね、もう全然その野鳥を撮るというね、感じではなかったです。はい、なので今回ね、試してみたところ、ちょっとねもっと距離が必要だなというふうにね、思いましたね。普通に、公園とかね、森だとかである程度ね、近くにいる鳥さんだったら、全然ね400mmDX クロップで 600mm、そのあたりでも、十分撮れるんですけど、今回のケースでいくと、かなり難しかったかなというふうに思いました。換算 1840mm であれなんで、相当いりますよね。はい、やっぱり863とか、それぐらいでテレコンつけてってしないと、とてもじゃないけど撮れるような場所ではなかったですね。ちょっとそこはね、残念ではあったんですけど、そこはね、ちょっと気を取り直してですね、まず、この2023年に、入りまして、私がこう、思っているところはですね、まず、ニコン、はい、でまずニコンはですね、昨年はカメラ、Z31 台だけの、発表だったんですけど、今年は、2、3台ぐらいは新製品が出てくるんじゃないかなというふうにね、予測しております。はい、Z6、Z7 系のね、3世代目のね、モデルも、出てくるんじゃないかなといったところで、まずね、そこがあるっていう部分と、DX 機もね、ちょっと出してきてほしいかなというふうに思いますね。はい、やっぱり他社さんの動き見ていると、DX のね、かなりこう高スペックなカメラがだいぶ出てきてますので、そのあたりは、このこう、3年か、全然ね、中身があまり変わってないモデルが多いので、それを考えるともう一段階ね、上に行ってほしいなというふうに思いますね。Z8、いろいろね、噂されてるんですけど、これ本当なのかなといったところもね、あるし、Z9 がねある以上、それ以上求めるのもないかなといったところで、ちょっとね、動きを様子見ながら購入をね、検討していきたいなというふうに思っています。はい、でおそらくですね、CP プラスまでに、何かしらね、各社動きが出てくるかと思いますので、ニコンについては、レンズだとか、そうだな、昨年発表されそうな雰囲気があったのが、85mmF1.2 のレンズとかね、そのあたりはちょっと動きが出てくるんじゃないかなというふうにね、思っています。はい。で、やっぱりね、私が待っているところで言うと、DX のね、パワーズームだったりとか、200、600。はい、これね、200、600欲しいんだけど、今回のね、ケースも含めると、200、600ぐらいがやっぱりね、私は理想だなというふうにね、思っているんで、そこは出てきてほしいかなというふうに思っています。はい、そうだな、でも 85mm がもし出るんだったら、ちょっと私は購入検討したいかなというふうにね、思っています。はい、でも動画のね、ベストな、
画角でいきますと 35mm がいいかなというふうにはね思ってはいるんですけど、まあそんな感じじゃないかな。はい、まあニコンについてはそんな感じで、ちょっとねやっぱりニコン以外のねカメラもまあ試しに使ってみたいと言いますか、やっぱりねニコンだけでいるとちょっとこうね情報不足みたいな感じになりますので、まあ、そういったところはまあ APS-C 機もねまあすごい悩んではいるんですけど、ただやっぱりね APS-C 機は APS-C 機なんで、まあ、そのあたりのね撮れる絵のところ考えるとフルサイズのはいいのかなとかね、まあ持ち運びのこと考えると APS-C 機がいいかなというね悩みがまあ尽きないんですけど、まあそういったところがあります。あとね、もう一点気になっているところがルミックスですね。はい、まあいろいろとルミックス、パナソニックルミックスはですね苦戦しているところが、まあ、かなりあるかなといった感じなんですけど、まあここに来てね、S5 Mark II の、まあ、噂がね上がってきてますし、でまあ5日かな、5日あたりにティーザー広告がね、出てくる感じになってましたので、まあそこでまあ何かしらのね発表があるんじゃないかなというふうに思います。まあリーク情報でいくとおそらくも S5 だということになっているようなので、まあそこはねまあ大注目のまあカメラかなというふうに思っています。はい、まあ私もねニコンでいますけど、まあルミックスもねすごい好きですし、あとはねルミックス友の会のねメンバーさんたちがすごくねいい人たちばかりで、そのねコミュニティがあるからこそルミックスを使いたいというところもねあったりするんですよね。はい、まあなのでまあそういったことも考えてますし、1台ぐらいねソニーを持っておきたいという思いもあったりだとか、まあ、するんですけど、まあまずねルミックス S5II Mark II、はいですね、まあこれは皆さん念願のかなんかわかんないですけど、増面位操作がね、つくという噂がされておりますので、まあそこは多少なりとも、まあ、これまでのね AF の動きからするとだいぶ、改善がね見込まれるかなというふうに思います。まあ、ただ、まあ、やっぱりね増面位操作の、カメラをこれまで作ってきてないので、まあ、そこら辺の、まあ、アルゴリズムだとか、AF の動きについては、まあ、ちょっとまだ分かんないですよね。まあ、実際、製品がね、まあ、出てみて、まあ、どういう動きをするのか、まあ、確実にね良くなることは間違いないとは思うんですけど、まあ、そこがねまず大注目かなというふうに思っています。まあ、あとは細かいね、改善がされている部分もありますし、特に HDMI のね、フルに、まあ、なっていたりだとか、あとはまあ熱対策だとか、秋あかねさんがですね、まあ、解説してくれていましたけど、まあ液晶あと EVF の画質が上がるといったところで、まあここはねルミックス使ってて一番ちょっと思っていたのが、液晶と、この EVF ファインダーとのねこの色の違いがすごくね、まあ、出ていたので、そこねすごい使いにくかったんですよね。まあそこが改善されているのであれば、私はね、まあ、かなりいいんじゃないかなというふうに思っています。あとね、まあ、長回しについてはルミックスはね、まあ、定評がありますので、全然そこはね、まあ、心配してないですし、まあ、あとはね、記録方式での違いだとか、まあ、6K なのか、まあ、6K あたりかな、 8K まではね、高画素にはしないと、まあ、思いますので、まあ、それでいくと、まあ、6K のオーバーサンプリング 4K みたいな形が、まあ、ベースかなというふうに思いますね。あとは、S5、全モデルの S5 については 4K60p だとかがね、DX クロップになったりだとか、結構そこら辺のね使いにくさがあったので、まあ、そこはね改善してきてくれるといいかなというふうにね思いますね。まあなので S5 Mark II っていうのは結構気になってます。でまあやっぱりねルミックス使うメリットとしては L マウントアライアンスがねあるので、そこがねやっぱり魅力的ですよね。まあやっぱりシグマのレンズが使えたりだとか、まあ欲を言えばね、ライカのレンズが使えたりだとか、まあ中身は結構あのパナソニックだっていう噂もあったりするんですけど、まあでもやっぱり味付けの仕方だとかはね、まあ、全然違いますので、
まあ、そこら辺も含めて、まあ、ルミックス、あとはその L マウントの、カメラっていうのは結構ね、気になりますね。あとは、まあ富士フィルムも気になってはいるんですけど、なかなかねちょっとこう富士フィルムのねカメラに入り込むっていうのが、まあ、ちょっと抵抗がありまして、やっぱり操作感だとか、あと中身の使いやすさの部分だとか、そこら辺悩ましいですね。 H2 をもうポチろうっていうところまでね言ってはいるんですけど、ちょっとやっぱりねそのルミックスの動きが気になったりだとかもしているんで、ちょっと踏みとどまってる感じがありますね。で、まあ、あと、ソニーについてはですね、まあ欲しいのは欲しいんですけど、ただやっぱりねいろいろとこう、まあ、抵抗がある部分があって、 FX30 もね、まあ、とてもいいカメラですし、まあ、Vlog とかねちょっとこう手軽に持ち出せるカメラではないんですけど、私としてはちょっとね、APS-C 機能、まあ、気軽に持ち出せる今ね使っている Z30 ぐらいの感じで使えたらなっていうのがあるんですよね。まあプラスある程度ね、動画のスペックが高いカメラであることが望ましいのは望ましいんですけど、まあそこら辺がなかなか超えられない壁があるというか、はい、がありますね。特にやっぱりメモリーカードの問題は大きいですかね。はい、そこぐらいかな。まあそこが本当にネックではありますね。ただね、レンズについては E マウントからね Z マウントに変換するアダプターだとかもね、まあ、出てるし、そこら辺のね、使い勝手の良さはあるとは思うんですけどね。悩ましい。ニコンでね、まあ、そういったカメラがね、順当にあれば全然ね他を見ることはないんですけど、まあ、そこら辺が一つね大きな鍵かなというふうに思っています。で、まあ今年私のね、まあ、この1年どうしていくかといったところで、まあやっぱりね YouTube にはかなり力を入れていきたいと思っていますし、まあいろいろとね、まあ、案件を受けたりだとか、まあ、発信力もね、高めていきたいなというふうに考えています。あとはねやっぱりクオリティはもちろんどんどん上げていきたいと思いますし、まあ、ただ初心者向けとしてはやっぱりねなかなかスマホのね動画アップできてないんですけど、スマートフォンを使った映像制作だとか、まあ、ジンバル撮影だとかもちょっとね、上げていきたいなというふうに考えています。で、私のチャンネルはですね結構その年齢層が、高いので、スマートフォンのね、動画のことをやると若干年齢層がね、下がるんですよね。下がるというか、まあ、下がるか若返るんですよね。はい、まあ、そういったところも含めて、まあ、若者にもね、お届けできるような内容も、上げていきたいなというふうに考えています。はい、まあ、特にねスマートフォンだとかエントリー向けのカメラも、まあ、使いながら映像制作のね、コツだとか編集のコツだとかもね情報をね発信していきたいと思っています。はい、あとどうかな、正直ねいろいろと呼んでいただきたいなというふうに、ね、思ってはいるんですけど、なかなかこれはね、私から言えるものでもないので、まあCP プラスはちょっと期待していたんですが、まあお声かけはね、まあ、なかったので、まあ私の登場はまあないかなといったところですよね。まあちょっとねそういったイベントにね、参加できるようにまあできたらなというふうにね思っています。まあ昨年はねトークイベントだとかで、まあ出演することはあったんですけど、あとあれか Z クリエイターズも、登場させていただいたので、まあ今年もね、まあそういったまあ何かしらのこうメーカーさんからねお声かけをね、まあ、いただいて、まあ、そういったイベントにね登場できるような形になれたらなというふうにはね思いますね。で、まああとは私のねこのチャンネル、このチャンネルはねなかなか伸びてこなくてですね、まあやっぱりニコンで動画っていうところが、まあかなりそのユーザー数が少ないと言いますか、はい、ニコンでの動画ユーザーが少ないのかなといったところもあるし、まあ、もちろんね私はこう笑いを
お届けできるような、まあ、タイプでもないですし、内容的にね面白くないのかもしれないんですけど、まあ結構周りはねもう1万人超えたりだとかもしているんで、まあ、最低でもね1万人の大台をね、超えたいかなというふうに思っています。はい、ちょっとね、まあ、みんなに追いつきたいところもあるんで、まあどうしていったらいいのか、まあやっぱりライブ配信とかね、まあ、全然できてないんで、まあ、そういったところを、まあ、していくと、まあ、またね、こう広がっていくのかなというふうにはね思うんですけど、まあ、そのあたりの、まあ、改善をねしていきたいと思っています。はい、まあそんなところかな。まあなかなかね、悩ましいところではあるんですけど、まああとはちょっとまあ私のね環境的なところでいくと、ちょっとねまあ引っ越したいっていうところがあるんで、まずそこ、まあ一つ、場所拠点をね、まあ、変えるっていう部分とですね、あとはまあもう少しね本格的に、制作の分野にもねもっとね、案件を受けられるように、まあ、していきたいという部分もあるし、ただねあんまり受けすぎると YouTube の更新もね、滞ってしまうので、そこら辺のバランスがね難しいんですけど、まあ YouTube にも力を入れつつしかね案件もいただいていくといったところと、まあ、あとはレッスンの方もね順次進めていきたいと思ってますので、ニコンカレッジさんをねはじめとして、あとはまあ個人的にね、ジンバルレッスンだとかもしているんで、まあ、そのあたりもまあもう少しね、受けてくださるユーザーさんを、まあ、広げていきたいなというふうにね考えています。はい、まあとにかくね私はジンバル撮影が好きなので、このジンバル撮影のね魅力を伝えていきたいっていうところもあるんで、もう少しその段階をね作っていきながら、ジンバルのね、発信もできたらなというふうに思ってますね。まあ発信もしますし、しっかりね個人レッスンでまあある程度のところまでねできるような形で持っていきたいというふうにも思いますし、まあ全然ね、コラボでレッスンするっていうこともねできますので、まあそういったところでお声掛けもねいただけたらなというふうに思っています。やっぱねコラボは結構私はね大事かなというふうにね思ってますので、ある程度このね、同等なチャンネル数、まあ理想を言えば、上のね、チャンネル登録をされている方のまあ、コラボっていうのは、まあ、結構ね、重要なところだと思ってますので、ぜひですねお声かけねいただけたらなというふうに思っています。はい、まあざっとそんなところかな。まあ目標的にはまあそういった各ねイベントに、登壇したいなという思いがあったりだとか、まあいろいろと関わりたいねメーカーさんだとかもあるので、まあそのあたりも目標に、ね、上げていきたいかなというふうに思っています。で登録者の部分だとか、はい、まあそんな感じかな。まあまたね、目標設定をしっかり、した上で、まあ今年2023年のね、活動をしていきたいなというふうに思っています。はい、ということでね最後までご視聴ありがとうございました。またね次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。